キラナガーデン豊洲での贅沢な夏のひととき、レインボーブリッジとビアボールの夜。翔さん、ガン君、シン君の笑顔の登りが、再び私たちを迎えてくれることでしょう。キラナガーデン豊洲での思い出深い夏の体験は、まるで異国のリゾートにいるかのような感覚でした。夜景に浮かぶレインボーブリッジ、澄んだ空気と共に楽しむビアボール、そして仲間たちとの時間。 サントリーさんが提供してくれたこの特別なイベントは、忘れられない夏のひとときを演出してくれました。会場に到着したとき、まず目に飛び込んできたのは翔さん、ガン君、シン君の笑顔が印刷されたのぼりでした。風に揺れるその姿は、まるで彼らが私たちを迎え入れてくれているかのようで、心が温かくなりました。ビアボールのリクエストができるということで、多くのファンが集まり、 それぞれぞの思いい出やメッセージをシェアしていましてまたリクエスト曲のノーイエスが流れる中、夜景をバックにしたビアボールの味は格別で、普段味わえない贅沢なひとときを過ごすことができました。夕暮れから夜にかけての時間帯、レインボーブリッジのライトアップが始まり、ますます雰囲気が盛り上がりました。プールサイドでのビアボール、そして大人のバーベキューというテーマが、このイベントを特別なものにしていました。 開放感あふれる空間で仲間たちと過ごす時間は本当に楽しく笑顔が絶えませんでしたメッセージを読んでもらえたこともこのイベントのハイライトの一つでしたナンバーアンダーラインアイの楽曲が流れる中自分のメッセージが読み上げられる瞬間は感動的で胸が熱くなりました IMP ちゃんの楽曲も BGM として流れ会場全体が一体となって楽しむ姿が印象的でした サントリーさんの細やかな配慮が行き届いたイベントで、部屋も涼しく、至れり尽くせりの環境でリラックスすることができました。このイベントが特別だった理由の一つは、まるで海外にいるような雰囲気を楽しめたことです。風に揺れる登り、きらめく夜景、そして美味しいビアボール。すべてが調和し、非日,日常的な体験を提供してくれました。また、3人の笑顔の登のりが迎えてくれることで、 ままるるで彼らと一緒ににいるようなな気持ちになれましたこれは、ファンにとって何よりも嬉しいサプライズでした。夏休みの思い出として、このキラナガーデン豊洲での体験は一生忘れられないものとなりました。サントリーさんのおかげで、素晴らしい夏の夜を過ごすことができました。リクエストに応じて流れる楽曲、仲間たちとの楽しい会話、おいしいビアボール。そして何よりも、心温まるメッセージが読み上げられる瞬間。 全てが完璧で、最高の夏の思い出となりました。私たちが楽しんだビアボールは、ただの飲み物以上のものでした。それは、一緒に過ごす仲間との絆を深め、笑顔を共有する瞬間を作り出してくれました。サントリーさんの心遣いは細部にまで行き届いており、そのおかげで全員がリラックスして楽しむことができました。ビアボールを片手に、レインボーブリッジを眺めるひとときは、まさに至福の時間でした。 また訪れる日を楽しみにしています。次回も素晴らしい体験が待っていることでしょう。キラナガーデン豊洲は、まさに日常の喧騒から逃れ、心をリフレッシュさせる場所です。特に夏の夜、涼しい風が心地よく、都会の中でも自然の美しさを感じることができます。このイベントが特別である理由の一つは、リクエスト曲が楽しめることです。ファン一人一人の声が大切にされ、 自分の好きな曲が流れる瞬間は格別です。ナンバーアンダーライン愛のノイエスを聴きながら、翔さん、ガン君、シン君の笑顔を思い浮かべることができるのは、ファンにとって最高の体験でした。また、メッセージを読んでもらえたことも感動的でした。自分の思いが他のファンと共有され、一体感が生まれる瞬間は、本当に特別なものです。IMP ちゃんの楽曲が流れる中で、 みんなが一緒に楽しんでいる姿は、まるで大きなファミリーのようでした。サントリーさんのイベントは、ただの飲み会ではなく、心のつながりを感じることができる場でした。このようなイベントを通じて、新しい友達ができたり、旧友と再会する機会もありました。キラナガーデン豊洲の開放的な雰囲気は、初めて会った人ともすぐに打ち解けることができる場所です。夜景をバックにしたバーベキューは、 ままるでで映画ののワンンシーンのようで日常を忘れれさせてくれますサントリーさんが提供してくれるこうしたイベントはファンにとって非常に価値のあるものです忙しい毎日の中でこうした特別な時間を過ごすことは心のリフレッシュにもなります次回のイベントでも同じように素敵な体験ができることを期待していますそしてシさんガン君シン君の笑顔に再び会える日を楽しみにしています また、このイベントのように、特別な場所で特別な人たちと過ごす時間は、人生の中でとても大切なものです。思い出を作り、共有することで、心が豊かになるのを感じました。次回も、このような素晴らしい体験を求めて、キラナガーデン豊洲を訪れることを心待ちにしています。翔さんたちの笑顔の登りが、また私たちを迎えてくれることでしょう。その時には、 新しいエピソードを作り、さらに楽しい時間を過ごせることを期待しています。キラナガーデン豊洲での特別な体験は、これからも続いていくことでしょう。ファンとして、この場所が提供してくれる新しい驚きや喜びを楽しみにしています。これからもサントリーさんが提供してくれる特別な体験を通じて、仲間たちと共に素晴らしい時間を過ごしていきたいと思います。次のイベントでは、どんな驚きが待っているのか。 ワクワクしながら期待しています。そして、翔さんたちと再び会える日を心から楽しみにしています。この夏の素晴らしい思い出を胸に、次の特別なひとときを待ちわびています。キラナガーデン豊洲での体験は、私たちにとって忘れられないものとなりました。また訪れる日を心待ちにしながら、これからの毎日を楽しんでいきたいと思います。次回も、サントリーさんの素晴らしいおもてなしを受けながら、 最高の時間をを過ごせることを期待しています翔さん、岩君、真君の笑顔が再び私たちを迎えてくれることでしょう。そして、その時には新しいエピソードを作り出し、さらに素晴らしい思い出を積み重ねていきたいと思います。さらに素晴らしい思い出を積み重ねていきたいと思います。次回の訪問では、前回以上に新しい発見や感動が待っていることでしょう。キラナガーデン豊洲は、 ただのイベント会場ではなく、私たちにとって特別な場所となりました。その理由の一つは、サントリーさんが提供してくれる心温まるおもてなしと、細やかな気配りにあります。風に揺れるのぼり、夜景に映えるレインボーブリッジ、涼しい風、そしておいしいビアボール。すべてが調和し、非日常的なひとときを提供してくれるこの場所は、まさに癒しのオアシスです。仲間たちと過ごす時間は、 笑顔と笑い声に包まれ、日常のストレスを忘れさせてくれます。今回のイベントで特に印象的だったのは、メッセージが読み上げられた瞬間でした。自分の思いが他のファンと共有され、一体感を感じることができました。ナンンバーアンダーアダインアイの楽曲が流れる中で、自分のメッセージが読み上げられる瞬間は、まるで夢のようでした。このような経験は、他のどこでも味わうことができない特別なものであり、 サントリーさんのイベントならではの魅力です。次回も、同じように素晴らしい体験ができることを期待しています。うさん、ガン君、シン君の笑顔の登りが、再び私たちを迎えてくれることでしょう。その時には、新しいリクエスト曲やメッセージを用意して、さらに楽しいひとときを過ごせることを楽しみにしています。また、サントリーさんのイベントがどのように進化し、新しい魅力を提供してくれるのか。 非常に楽しみですキラナガーデン豊洲での体験はまさに人生の宝物となりました仲間たちと過ごす時間の大切さそして新しい体験の素晴らしさを改めて感じることができました次回もこの場所で新しい思い出を作りさらに深い絆を感じることができるでしょうまたこのようなイベントを通じて新しい友達との出会いもありました 共通の趣味や興味を持つ人たちと出会い、一緒に楽しい時間を過ごすことができたことも、非常に価値のある経験でした。次回も、同じように新しい出会いや発見があることを期待しています。そして、再び訪れる日まで、今回の思い出を胸に、日々の生活を楽しんでいきたいと思います。小さんたちの笑顔が迎えてくれる場所で、また素晴らしい時間を過ごせることを心から楽しみにしています。 次回もサントリーさんが提供してくれる特別な体験を通じて最高のひとときを過ごせることでしょう。そしてその時には新しいエピソードを作りさらに素晴らしい思い出を積み重ねていきたいと思います。このようにキラナガーデン豊洲での体験は私たちにとって忘れられないものとなりました。サントリーさんが提供してくれるおもてなしと心遣いに感謝しながら次回の訪問を楽しみにしています。 再び訪れる日まで、今回の素晴らしい思い出を胸に、日々の生活を楽しんでいきたいと思います。そして、次回も同じように素晴らしい体験ができることを期待しながら、またキラナガーデン豊洲を訪れる日を心待ちにしています。再び訪れることを心から楽しみにしています。次回も同じように素敵な体験ができることを期待しています。サントリーさんが提供してくれるこのようなイベントは、 ファンにとってかけがえのない時間を提供してくれます。翔さん、ガン君、シン君の笑顔が迎えてくれる場所で、また一緒に素敵な時間を過ごしたいと思います。今回の体験を通じて感じたことは、仲間と過ごす時間の大切さ、そして新しい体験の素晴らしさです。ビアボールを楽しみながら、日常から離れた特別な時間を過ごすことができました。キラナガーデン豊洲でのひとときは、 私たちにとって忘れられない宝物となりました次回のイベントにも期待しながらまた訪れる日を楽しみにしています